What's going on, guys? Your boy Terabyte Reacts here, and I'm back with another reaction. We are going to jump into some Ippo. I'm going to do a super reaction today as a Christmas present to y'all. There'll still be another reaction coming up at the end of this week. You guys didn't get one over the weekend, so I'm doing it today. Okay? Got a little busy over the weekend. Just getting prepared to, you know, go spend some time with family. Okay, so tomorrow is Christmas Day, so I'm gonna be a bit busy. I might schedule some reactions for tomorrow. Some Game of Thrones stuff, but it is what it is. You guys are here to watch some anime with me today, so let's get to it. Some Ippo reaction. This is going to come out probably later in the evening time, so don't wait up. Anyways, thank you guys for watching as always. Thank you guys for tuning in. I'm about to jump in this reaction, episode 59. We'll see how it goes and how it's going, how they're shaping up, how Ippo is dealing with his current situation. He experienced his first loss, so let's see how he's dealing with it. Let's go see what Ippo is up to. Okay, let's get into it. Let's go. Harikitena. そろそろ再起戦に備えとこうと思ってな。そっか。しかしあれだな、雰囲気違うもんだな、一歩がいねえとさ。そうだな、あいつがいると練習しなきゃって背中つつかれてる感じあったもんな。一週間か、一番きつい時期ではあるよな。ああ、負けた実感がじわじわ出てきてよ。いいもんだな、気持ちが分かり合えるってな。負けた経験がねえ俺様にはさっぱりわからん。仲間外れは寂しいぜ。心配だね、このまま転げ落ちていくんじゃないかってね。君たちのようにね。この野郎一回負けやがれ。その心配はないんじゃないですかね。ちゃんと気晴らししてるみたいだし。気晴らし？いや、トミコから聞いたんですがね。こんにち。貴様、授業中に女はべらせて遊びほけるとはいい度胸だ。そんなんじゃないですよ。本当無用。なんで遊園地行って飯食っただけかよ。だから何度もそう言ったでしょ。つまらん、この人は。で今日はなんだ、まさか練習しに来たんじゃねえんだろ。ええ、この間の試合のビデオ撮った人いないかなって思って、とりあえず反省のために見てみたいんですよ。俺撮ったぞ。デッキに入りっぱなしになってるから勝手に見ろ。どうも。相変わらずすごい部屋だな。ブスだ、ビーって音が鳴ったらメッセージを入れとけ。分かったな。へえ、留守電入れたんだ。幸ですけど、昨夜飲んだ後何かしたでしょ。責任取ってよね。じゃあ。また太鼓です。あのこと絶対忘れないわよ。電話くれなきゃ言いふらしちゃうから。ビデオ見よう、ビデオ。ガーッと幕の内ひるまない。どんどん前に出る。挑戦者らしい気持ちのいいファイトだ。幕の内左、綺麗にボディに突き刺さった。第1ラウンドだ。おっと、チャレンジャーの動きが止まった。アンダージーアか、すごいな。明らかに狙って打ってる。チャンピオンスタンスを広げて挑戦者を迎え撃つ。この辺は覚えてる。激しいパンチの応酬。練習通りの型が出てる。悪くないぞ。これは手応えがあったんだ。倒れると思ったのに。お前の拳は軽い。あれじゃ俺は倒せねえ。嘘だ、聞いてるじゃないか。くそ、なんで耐えられたんだ。チャンピオンの左がまともに入った。
この辺だ。この辺りから記憶がないんだ。打ち返してる。ちゃんとやれてるじゃないか。伊達さんのダメージも相当だ。以前まで追い詰めたんだ。ああ、惜しい。その右が入れば。そう、ここで左をフォローできたら。ダメだよ、そのパンチは空振りさせなきゃ。ダウンと同時にタオル、タオルが投入されました。試合終了。挑戦者ついに力尽きました。チャンピオンの牙城を打ち崩すことなく連続 KO も10でストップ。日本フェザー級タイトルマッチは5ラウンド2分23秒。チャンピオン伊達英司に外貨が。ここだ、この右。これで完全に意識を絶たれたんだ。強烈な右だけど、客観的に見て伊達さんにだって同じようなパンチが入ってるんだ。打たれ強いわけじゃない、足にだって来てるんだ。なんで耐えられるんですか。立っていられるんですか。確かにすごい打撃戦でお客さんに喜んでもらえる。おかえり。まだ起きてたな。仕入れの量が決まらなくてね。こう寒くちゃお客さん減っちゃって、餌の量も減らそうかね。男の子の顔になったもんだね。え？負けて悔しいとか情けないとか、そういう表情を見ると男の子なんだなって思うよ。学生の頃はいじめられて帰ってきてもただ笑ってごまかしてたのにね。よっぽど好きなんだね、ボクシングが。初めは勝ち負けじゃなかったんだ。サンドバッグにいいのが入れば満足で、グローブつけるだけで嬉しくて、タイトルマッチなんて夢のような話だったから、勝っても負けてもいい試合ができれば満足できるかと思ってた。できなかった？正直言って笑ってごまかせないよね。好きで始めて、好きで続けて、今でも好きだからごまかせないよ。やっぱり悔しいよ。このまま終わりたくないよ。あ、だからそのまた心配かけると思うんだけど。ああ、いいよいいよ。男がそう言い出したら聞きやしないってよく知ってるつもりだよ。気の済むまでやんなさい。似るもんなんだね、親子ってのは。He looks just like his daddy. すごいね。これだけ応援が偏ってちゃボルグさんやりにくいだろうな。確かに仙道のカリスマ性は大したもんだな。これじゃ主に日本を戦場にしてるボルグにとっちゃ敵地同様さ。うん、言い訳にならないけど。そうか、宮田君も。予想は？パワーなら仙道さん、テクニックじゃボルグさん。でも二人とも僕とやった時のままじゃないだろうし、判定ってことはないと思う。なるほど。両者気合十分です。伊達英司の返上したベルトを手にするのは北欧の狼か何話の虎か、どちらかに渡るんだ。伊達さんのベルトが。
僕の届かなかったタイトルが。さあ始まりました、日本フェザー級王座決定戦。先に踏み出すのは仙道かボルグか。リーチはほぼ同じ。すごい緊張感だ。会場の雰囲気とは逆に落ち着いてら。行ってる仙道、どっとと芝居なり。クラウチングスタイルが馴染んでるところを見ると二人ともファイターだな。僕ならまず打って出て相手の反応を見。いきなり仙道を打って出た。なんて踏み込みの速さだ。いい角だ、自分の力を誇示したぜ。だったら効果的だよ、今の見たら誰だって足がすくむ。今度はボルグだった。誰がすくむって。さすが元世界アマ王者、プライド高いわ。上等や。君の破壊力と手数は分かったよ。このタイプは前に出すとうるさい。下がっておとなしくしてもらおうか。やっと先手はバルガ。小さなパンチをきっかけにあっという間に攻め込んだ。ボルグはパンチが多彩だな。あのガードじゃ防ぎきれない。このガキ。きれいに今返す刀で顔面を引く。よろけた、ガードが下がる。あのタフな仙道さんが。パンチのキレの良さだ。重いパンチは体力を奪うが、切れるパンチは精神を断ち切る。このガキ。やっぱり兄貴入った。やっと打たれないようにしたり。スマッシュだ。まずいよ、まともにもらっちゃった。相手なんざ見ちゃいねえ、勘の良さで当てやがった。ボルグ腰が砕けた。ねえ、仙道が悠然と前へ出る。今のスマッシュ出どころが分からなかった。今度は仙道が出る。大した威力だよ、ガードの上からでも打たせるとリズムに乗せてしまう。調子に乗らすな、空振りさせるんだ。てめえ逃がさへん。How is he doing that? It is no wind up anymore. That smash is super fast, bro. White Fang versus smash.あの時の伊達さんとダブって見える。とりあえずイーブンだな。すごいよね、お互い倒れてもおかしくないのが入ってるのに。あ、倒れてもおかしくない。そうか、どうした。二人の目が伊達さんとそっくりなんだ。負けることなんか考えちゃいない、必ず勝つ。あれはそういう決意の目だ。デターミネーション、断固たる決意という意味さ。決意が体を支えているんだ、なかなか倒れるもんじゃない。こんな奴らによくもまあ勝ったもんだな。いや僕は無理だ、今の二人には絶対勝てない。少なくとも伊達さんとやった時のままだったら。どないや、ダメージあるか。打ち勝っとったやろが。見てみあいつを、口から血出しとるがな。余裕やで。やばかった、ごっつ切れるパンチやんけ。まだ目の前がチカチカしとるわ。幕の内戦以来やな、こないな緊張感味わうんわ。勘のいいボクサーだな。強いです、一つ一つの破壊力は幕の内より上かもしれない。あのパンチで倒されたら二度と立ち上がれないだろう。彼とはファイトスタイルが噛み合いすぎる、全部避けきるのは不可能だ。弱気になるな、一つもらったら三つ返せばいい。耐えてみせる、勝つのは僕だ。セコンドオート、ほな、いくれ。ボルグサッカー、ボルグさんから仕掛けた。英断だ、万が一を許さないためにもな。でもラファイトなら仙道さんめっぽう強いよ。オンドレから来てくれるとはの、望むところへ。仙道ラフなパンチでも当たらない。洗練されたボクシングには通用しねえか。
小さく細かく確実、フォルムの連打が先導をむしばんでいた。調子くれよって、ボディー、バリは効く。僕はボディじゃ倒れない。頭を打たれて意識を断ち切られなければそれでいい。最後に勝つのは僕だ。第2ラウンド終了。すさまじい狼の猛攻、先導3分間コーナーから出られませんでした。強いよ。いいペースだ。侮れません。あのボディをもらい続けたら意識はあっても体が動かなくなる。早いラウンドが勝負だ。何やっとんねん。調子づかしたら取り返しつかんで。わいかてそのつもりやけど当たらんのや。悔しいってたまらんけど技術に差がありすぎるんや。Unlike him. あかん、地理品や。しゃあけどワイにはこの戦い方しかないんや。ラウンドシップ。 And they go in full. まだまだやれる。この試合勝って勝って幕の内とまたやるんや。先導さん、もっぺん幕の内と。Okay, well, there you go, episode 59. Looked like things are shaping up. I didn't expect a fight to go on in this episode, but here we are, episode 59, Sendo versus Vorg. I'm curious to see who wins this match, because obviously whoever wins this match gonna fight Ippo at some point again, so we'll get a part two of either which way it goes. As I said, I think I mentioned this in my last video when I saw the two of them was going to fight for the belt. I think I said that I would rather him go up against Sendo again, because Vorg is just not, he's just not as interesting as Sendo. Sendo, I would love to see Sendo fight Ippo again, because that fight was a way better fight than when he fought Vorg. I think it was a way more exciting match. It wasn't predictable, because Sendo had a special move. Ippo didn't really have a special move. He just kind of outboxed Sendo in a way. You know what I mean? So let's jump to the next episode, episode 60. Let's see what happens. Your name is called. I'm waiting for you to win. I'm waiting for you to win. I'm waiting for you to win.この声援を二回も裏切るわけにはいかんわ。まだこれだけのパンチが打てるのか。そうか、この声援に背中を押されてるんだな。僕の名前など聞こえはしない。でも応援を聞くために戦っているのではない。ボクシングが好きだ。それだけで僕はどこでだって戦える。一気にボルグが攻勢に出た。先導ピンチ。どんなピンチでも先導さんコールだ。こんな孤独によく耐えられるな、ボルグさんは。ボクシングやるのに異国やまして孤独など関係ない。気持ちはわかるぜ、ボルグさんよ。我慢や我慢。見てみ、ボルグからのサイドステップがどうなったで。ボディが効いて横に動かれへんのや。もうちょいや、もうちょい前に。ここや。センダー。このボールが左を返した。上下の叩き合いになった。我慢比べた。先に落ちるのはどっちだ。どっちも引かない。引いた方が負けさ。センダーは我慢しない。
に変えた。Switch to do the freaking smash. なんと右のスマッシュ。What? 第7ラウンド虎の牙が深々と突き刺さりました。利き腕のスマッシュ。なんて破壊力だ。ラストカードを隠し持っていやがったか。勝利を確信。両手を突き上げた。落ちる入り寄ったで。無理だよ。あれは立てないよ。普通ならな。ボルグ、聞こえるか？ボルグ！諦めたら全てが終わりだ。君はこんなところで終わっていいのか？頑張れ、ボルグ！終わるわけにはいかない。終わるわけにはいかないんだ。ボルグさん。立ち上がりました。ボルグカラクも立ち上がった。すごい。やれるかね。ボックス。クソだれ、前も足が出へん。よっしゃ行け、フィニッシュ。ボルグトレンチフィニッシュを防いだ。来てないで。痛くようないわ。天才など関係ない。負けるわけにはいかないんだ。クソ、離さんかい。ここでゴング。ボルグ執念で第8ラウンドへつなげました。ごっつ惜しかったわ。もうちょいやったのに。フェアゲの次で決まるで。当たったら倒れるわい。地元 B 機にも程があるぜ。敵地でこれほどの闘志を見せるのは並大抵じゃねえんだ。拍手の一つもできねえのか。何ボケっとしてんだよ。あ、いや、もうすごすぎて言葉がないよ。それになんだか悔しくて、こんなところで見てるだけだなんて。もう一度この人たちと戦いたい。期待に期待直して、もう一度。さあラウンド10、ファイナルラウンドです。会場中が敵か。しかし裏を返せばこの男のプレッシャーも想像絶するはずだ。この雰囲気の中で12分に力を発揮する。しかも前のベストショットもろてフルラウンド耐えよった。必ず勝たねばならない。そういう約束事の中に身を置いているのだから。ファイは幸せもんかもしれんな。こないな男とどつき合えたやさかい。すごい男だ。尊敬したるわ。ポイントじゃワイの負けや。 KO で白黒つけたる。ポイント差は微妙だ。倒して決着つけるんだ。もうどっちにも負けてほしくないよ。ダウン。打撃によるダウンじゃない、スリップだ。クソ、足が滑ったか。ダウン。何？ニュートラルコーナーへ。バカな、どこに目をつけてるんだ。明らかにスリップじゃないか。スリー、パンチ当たってない。滑っただけ。スリップ気味でしたがダウンを宣告。ボルグここに来て2ポイントは痛い。当たってた。わずかにかすってたか。それにしても辛口ジャッジだ。どいてくれ。おお、来いや。ボックス。ボルグ必死の競争。ポイント奪回のため攻める攻める。しかしもう時間がない。クソクソ。やっとここで試合終了。Decision? 判定に持ち越されました。
real? ストレスの10ラウンド余裕よくぞ戦い抜きました。採点カードが集められます。まもなく判定が出るでしょう。日本フェザー級のチャンピオンベルトの行方は果たして仙道かボルグか。少々勝者は赤コーナー仙道。あOne mistake by the referee. I don't know if she did slip or down. I don't even know. It doesn't look like he hit him. Sendo-san is the new champion. Borg-san is...先導やったで。お前の勝ちや。俺手上げて観客に応えるんや。どうなんしたんや。手上げるんや。チッ、先導。冗談ではない。ジャッジ何を見ていた。3ポイントリードだ。こんな判定納得できない。撤回要求だ。納得できない。撤回。待ちや。こないボコボコにされて勝った気がせん。ベルトはワイが一時預かっとく。オンドレの挑戦が最優先。次はすっきり片付けたるわ。罪か。見る。俺の採点はボルグのリードだったんだが、判定に文句をつけても後の祭りだ。とりあえずいい試合だったぜ。うん、ボルグさんは残念だったけど、これもボクシングなんだよ。 Didn't they let Sendo win because Borg is kind of an outsider in certain sorts? めちゃくちゃ燃えましたよ。 Sendo さんもボルグさんもすごくて。ああ、それについて君のコメントも後でゆっくり聞きたいんだけど、時間がないんで要件だけ伝えるよ。今さっき入った情報だ。オトワジムがボルグザンギエフとのマネージメント契約を切ったそうだ。今日の夕方にもロシアに返されるらしい。え？ああ。帰るんじゃなくて返されるんですか？え？ボルグさんがなんで？君には伝えておこうと思ってね。じゃあまた後で。ああ、so that's why。ボルグさんが。ジムにも事情というものがある。レベルの高い海外ボクサーの招聘はジムの活性化、ひいては日本ボクシングの向上につながる。しかし客の呼べんボクサーにいつまでも給料を出し続けるわけにもいかん。そんな客が呼べないだなんて。ボルグさんの才能と実力なら。2連敗、すでに商品価値は薄れておるわ。たった2回負けただけじゃないですか。あんまりですよ。ダメージだってまだ残ってるのに。ボルグ自身分かっておったはずじゃ。プロのリングでたった5戦しかしておらんが、その全てに背水の陣で臨んでおったのじゃろう。ボルグのファイトはだからこそ光っておった。分かっていたんだ。ボルグさんは決して打たれ強くない。スマッシュを浴びながら立ってきたのも、冷静なラムダコーチの必死の抗議も、このことを初めから分かっていたからなんだ。無情と思うかもしれんが、これもプロボクシングじゃ。夕方って言ってたな。今から成田までタクシー飛ばしは間に合うぜ。ほらよ、このまま返したくないんだろ。ありがとうございます。いいとこあるじゃないっすか。
あいつの考えそうなことは大体わかるからな。まあおかげですっからかんよ。はあ、冗談じゃねえよ。おい、それは俺の財布じゃねえか。いい、それやつ。何？当然のように俺様のポケットに入ってたんだが。あんたがそんな大金持ってるなんておかしいと思ったんだよ。ちょっと返せ。うるせえ。お前のものは俺のもの、俺のものは俺のものだ。なんだそりゃ。とにかく会うんだ。会って一言でも何でもいいから話したい。空港なんて初めてだから分かんないよ。すみません、呼び出しお願いしたいんですけど、あのロシア行きのですね。あボルグさん、幕の内来てくれたんですね。あのですね、その急にこんなことになってしまって、その、なんて言っていいか。仕方ない、結果全ての世界だから。僕プロのリングで通用しなかった、それだけのこと。そんなことない、そんなことないです。ボルグさんは強かった。どの試合も強くて素晴らしくて。正直悔い残っています。夢持ってこの国来て何もできなかった、とても残念。ボルグさん。でも同情いらない。祖国に持ち帰るもの何もないわけじゃない。え、プロボクシングのリングの厳しさ知った、楽しさを知った、ボクシングする意味知ることできた。君に感謝しています。え、僕に。祖国に帰ったら君に教わったこと後輩に伝えていきたい。そして自慢する。僕日本で強いボクサーと戦ってきたと。一歩幕の内という素晴らしいファイターと戦ってきたとね。そんな。その時はチャンピオンでいてほしい。日本じゃなく、もっとスケールの大きな。日本じゃない。約束できなくていいです。今は。ボルグ。時間、行かなくては。もう古くなったけど。君に持っていてほしい。長くいるつもりだったから一生懸命日本語を覚えた。祖国戻ったら二度と使うことはないでしょう。だからこれ僕の最後の日本語。幕の内。さようなら。僕も忘れません。ボルグさんのこと、ボルグさんと戦ったこと。絶対忘れません。Okay, that was pretty dope episode. Exciting, sad at the end, but for some reason I'm getting really tired. I don't know why. I might just go ahead and finish watching the rest of these later to see what comes out of it,
But if it ends up just being two episodes, then it's whatever. But because I don't know why I had a really, really busy weekend, guys. You have no idea. And that's the reason why you see me not. I don't want to give you guys bad reactions by here. And I start not off because when it comes on to filler stuff in anime, it can get extremely boring. You know what I'm saying? It can be boring. It can be very good, exciting, laughing, you know, comedic stuff and stuff like that. But for the most part, a lot of times it's very boring. Not something you want to see, you know. So, but this was an exciting episode. The second half of the episode, the first half, oh my God. But the second half of this episode was really cool to see what really happened in the Sendo versus Vork fight and to see how they wrap that up. So Sendo is the new champion. Sendo is the new champion. If you do see some more episodes after this, then I'll just put them on at the end when as soon as I record them tonight. But for now, I'm going to hop off. I'm going to hop off because I'm really tired. You know, so I'm just going to probably just go take a nap or something, wake up back later and do the editing and stuff. Or maybe I'll just add some more to it because there's... I had planned to upload a lot of videos today, but for some reason, I'm still so tired. You know what I'm saying? That it happens. Cause I mean, you know how it is when it comes around holiday times, man, like you're everywhere. You know what I'm saying? It gets pretty busy unless you're a kid, you know what I'm saying? But adults, they're usually very busy around this time. Like, you know, people who work out there, you know what I'm saying? It's, you know, you're working double time because you know, you're not going to work tomorrow. So they have you probably working all day and stuff like that. So I get it. You know what I'm saying? And if you guys experience the same thing, or maybe you don't, but for me, it was just pretty busy just getting prepared to, for tomorrow. For me, it's just getting prepared for tomorrow. So it's like, thank you guys for watching. If you see more episodes, then I'll cut this part out. If you don't, then you'll see this part. But thank you guys for watching, as always, man. Thank you guys. It's Terabyte Reacts, as always, and peace. All right, what's going on, guys? We're just gonna jump into this episode 60 of this. I recorded two of the episodes already for this super reaction, so I'm just gonna continue into this one. So if you see me in a change of clothes, it's because I recorded two. And if you, when you watch that video, when you watch the beginning of this reaction, you're going to see me like I'm falling asleep. Like I was literally so tired I couldn't do the full reaction, the full like four or five episodes. I just couldn't do it. I was yawning. I don't know if I might cut out some of that stuff. You probably don't even get to see it, but I was so tired. So if you see me in a change of clothes, I'm definitely going to be in a different shirt. So if you see that, just want to explain that to y'all. So let's jump into this reaction, man. Episode 60. Let's go. We just saw that, Sendo and Vork match. Sendo is now the champion. Okay. So, how will this go down? I'm glad Vork had to leave, so it was very sad to see he has to go back to Russia or wherever he's from, and that was very sad. Hippo was very sad about it. So I'm guessing the next match, maybe he has to fight somebody before he fights Sendo, but I'm definitely down for the Sendo versus Hippo part two. Okay, so let's jump into this reaction, man. Episode 60, let's go. It's Mashiba. Or it's Miata.海外戦績11戦10勝1分け、記録にない数字を引っ提げて凱旋。
当然強くなったと予想してきたんだけど、新人王戦の頃とは桁が違う。どういうことだよこりゃ。相手が前に出続けて宮田は後手に回ってるように見えるのに、リーのあのダメージは何だ。ボロボロじゃねえか。捕らえた。はい、カウンターで一発入れていってる。まるで残像と戦っているようだ。この手のタイプは追っても無駄。体ごとロープに押し込む。これで逃げられない。ああやばいよ。回り込め宮田。That is on a whole different level, buddy. なんだ今の。攻めないってなんじゃないのか。悶絶してるぞ。リー、立てません。3ラウンド1分23秒。宮田一郎、帰国第一戦を見事な KO 勝利で飾りました。ため息しか出ないよ。とんでもねえ奴が帰ってきたな。伊達さん。結果的にはワンパンチ KO だが、お前や仙道とは全く異質のものだ。普通ボディでの KO ってのはダメージを積み重ねて取るもんだから、どうしてフェザー級の赤い奴らはこうも生きがいいのかね。全くです。仙道さんの試合後は熱いものがあったけど、今回は寒気がしましたよ。お前も大変だな。そいつら追い越さなきゃ上が見えねえもんな。いや僕なりに頑張らせていただきますから。とりあえず俺は試合決まったぜ。8月 WBA 世界ランキング5位のアメリカ人とだ。世界5位。勝てばそのまま世界タイトルやアタックだ。一足先に頂点見に行くぜ。すごいや世界なんて。でも伊達さんなら当然か。お前はまだ冬眠中か。ええ、練習は再開してるんですけど、試合の方はまだ。周りがこれだけ動いてるんだ、いつまでもくすぶってると忘れられちまうぜ。くすぶってるつもりは全然ないんだけど、どんどん取り残されていく気分だ。こんにちは。どうしたんですか、神妙な顔して。昨夜な。昨夜。すごかったですよね宮田君。ボディカウンターで KO、 あんなの見たことないですよ。違う。八木さんが帰国したんだよ。八木さん海外旅行行ってたんですか。旅行じゃねえよ、俺たちの再起戦の相手を見つけに行ってたのさ。3人とも決まったってよ。試合決まったんですか、いいな。3人ってことは僕も。おう、7月にホールでトリプル再起だ。やったのじゃねえかよ。ねえ。よし、やっと宮田君たちを追いかけることができる。で、相手はフィリピンかタイのボクサーらしいぜ。カマセイヌ呼んでくるとは思えねえし、とりあえず強敵と考えて間違いねえんじゃねえか。望むところだよ。腕が鳴るぜ。頑張りましょう。ところでよ、メインイベントは誰が務めるんだ。先輩方でどうぞ。僕は試合やれるだけで満足ですから。ということで俺が。お前には荷が重すぎる、俺に任せときな。頑張れよ前座君。何言ってんだ、メインで帰るのに見せる日かこの野郎。俺がやるったらやるんだよ。俺だっつって。
みっともないことで争うなよ。まあ順当に考えりゃタイトルマッチ経験者の一歩がメインイベンターだ。だがお前らにも先輩のメンツってもんがあるだろう。ここは公平に決めようじゃねえか。お前ら帰る気ねえな。うっす。いいか、文句なしの一発勝負だからな。うっす。うっす。わっしゃーやった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 セミファイナルか。どうよ。もしもし、トミコ。あのさ、7月さ、試合決まったんだけど、大きな声じゃ言えないんだけど、俺メインイベントになっちまったんだよ。あ、いけねえ、前座君に聞こえちゃった。許さん。なんじゃこれは。試合順が阿弥陀で決まるわけないじゃろうが。順番は青木、木村、メインは小僧じゃ。で僕がメインイベンターか。頑張らなきゃ。本当よ。あ、マサル、みんなに自慢しちゃった。あなたがメインイベンターだって。はあ、メインイベンターか。いや、順番とかにこだわりはないんだ。とにかくリングに上がれるのが嬉しくって。お前らしいや。で、相手は強いのか。名前はポンチャイチワタナ。12戦10勝2敗5 KO、大国3位。判定が多いらしいけど、ほとんどの試合フルラウンド戦ってダウン経験なしっていうことだから、弱い相手じゃないと思う。思っとま。分かってんのは名前と戦績だけか。うん、実はビデオとかの資料が全くなくて。じゃあ当日まで相手の顔も分かんねえの。まあそういうのってよくある話らしいから。コンディションはベストに持っていけそうだけど、シャドウするにも相手のイメージが分からないからしっくりこないや。あの、どうですか、体切れてますかね。いいっすね。今の左なんてまるで見えなかったよな。やっぱメインイベンターは違うよな。本当、女の子にモテモテだらしい。メインイベンター様様って感じだよな。別の意味で切れてる。校長。はい。始めるぞい、下に来い。はい。いよいよ特訓か。頑張ってブランコを取り戻すぞ。ボケっとしてる暇はない。試合までたったの2ヶ月、やることは山積みじゃ。はい、頑張ります。けど、敵の情報が少なくて不安か。はあ。わざわざ日本に来るというからには実力者と見て間違いなかろう。そうですよね。闇雲に練習してぶっつけ本番で相手の実力を見るってのはやっぱり。何を言っとる。条件はお互い同じじゃ。試合の内容と結果は貴様の視野によって決まる。見据えている目の高さで答えは出るということじゃ。目の高さ。いいか、練習メニューは。あの目の高さって。いいから聞け。今までの試合、貴様は打たれすぎる。客は喜ぶが、目や脳をやられるのは時間の問題じゃ。課題はズバリディフェンスの強化。ディフェンスの強化。Short boxing career, keep getting hit like that. You need to work on your defense. これからはオフェンス3、ディフェンス7の練習に切り替える。地味なことの反復になるが、優秀な選手ほどその努力を惜しまないで知れ。リズムスピードリービングのリズムが遅れとる。以前はこの程度で息は上がってなかったぞ。ブランクライダー相当体力が衰えた。
知れ走れ。消耗戦になったら自利品になるのを目に見えとるぞ。必ず時も気を抜くな。タイミングを測っちゃう。走れ走れ。よし押せ。ここを五往復じゃ。押せって。Yeah, この坂を。Damn. Are you sure? Are you serious? Push me up the hill. Five times. お、こってりと絞られてるみてえだな。ドメインはブランクで落ちた体力の強化とディフェンス主体の練習みたいですね。ああ、その方が確実性あるわな。今度負けりゃ2連敗だし、ボルグの例もある。日本人だと思って甘えてると客にそっぽ向かれるぜ。ええ、そうですね。そうなったらおっさんや宮田に追いつくどころか、後ろ姿も見えなくなっちまうわ。あ、どうした？あ、いや、会長に次の試合の内容と結果は見据えている目の高さで決まるって言われたんです。それって目標のことなんですね。ポンチャイは少なくともおっさんや宮田より格下だ。負けは論外、苦戦もダメ。会心の内容で必ず勝つ。そうですね。そうでなきゃ目標なんて見えてこないですよね。まあ、客にそっぽ向かれても懲りずにボクサーやってるやつもいるがな。は、高村さん。なんだよ。試合順の話で落ち込んでるのにやめてくださいよ。本当のことなんだからいいじゃねえか。うっす、高村さん、どうすか、切れてますかね。なんともないみたいだぞ。あれ、いや、昨日玲子さんに電話したら友達と応援に来てくれるって言うんすよ。順番がどうのって小さいことにこだわるやつは笑っちゃいますよ。まるで人事のように。なんだ一歩その面。二人揃って KO 共演と行こうじゃねえか。気合い入れやがれ。抜けましたよ。そういや、青木はどうした？彼女に会いに行きましたよ。お、青木、その面嘘つきとか責められたな。まあ早いうちに切り出せてよかったじゃねえの。うん。トミコが徹夜で作ったらしいんすよ、俺のメインイベントに花を添えるために。どうすかね。どうってお前。おい、なんか似合いますよ。かっこいいぞ青木。行くぜこんち来ちゃ。あ、大きい。あ、大きい。あ、大きい。そうすか、似合いますか。いや、大きい。あ、大きい。あ、大きい。言い出せなかったんですね。残酷すぎるぜ。さすがに何も言えねえな。ポンチャイ選手、きっと強いボクサーだ。だけど一体どんなボクシングをするんだ。あんな思いはもう嫌だ。絶対勝つんだ。会長、もっと攻撃を教えてください。俺ワンツー。守るだけじゃ勝てないですよ。僕はもうあんな悔しい思いをするのは嫌なんです。Something is wrong with him. 会長、え、なんだ、どうした、倒れてるぞ。おい会長、救急車だ、急げ。 As I'm saying, from I saw him cough earlier in the episode, I was like, something is wrong with him. 過労ですね。風邪気味の体に無理がたたったんでしょう。大事には至っていません。よかった。なんで一歩のパンチが入ってくたばったのかと思ったぜ。シャレになってませんよ。まあお年がお年ですから、2、3日静養なさって。練習じゃ小僧。何言ってんですか、寝ててください。試合は近いんじゃ、こんなとこでほうけてられるな。うるせえ、死に損ねえが。背の行く入ってんじゃねえ。この Ippo go after practice on his own。じゃあ、yeah. 失礼します。心配しないでください。
絶対サボりませんから。じゃあ八木さん、高村さん、あとはよろしくお願いします。任せといて。小僧。はい。貴様のイラつく気持ちも抱えてる不安もようわかる。再起戦のプレッシャーとは体にも精神にも重く負担をかけるものじゃ。会長、伊達とのタイトルマッチ、わしは貴様の勝利を信じておったよ。確かに力の差はあった。しかしその差をリカバーするポテンシャルを貴様は確実に持っておる。あの時タオルを投げ込んだあの時、わしの手に残ったのは悔しさだけじゃった。あれを教え込んでおけば、これを叩き込んどれば、悔しゅうて悔しゅうてたまらなんだ。会長、体に触りますから今は休んでください。確かにあの試合は打たれすぎました。ボクシングは打たれずに打つが鉄則。再起戦はディフェンスをしっかりしますから。違う、そうじゃない。え、だってそのためのディフェンス練習なんじゃ。貴様の長所はあくまで攻めにある。打たれずに打つなどという器用なことをやろうとすれば、逆に腕が縮こまってしまう。今の練習はよりアグレッシブなファイトをするためのステップじゃ。最終的な理想は打たれる前に打つ。打たれる前に打つ。 Before getting hit. 大事な試合前じゃ。1分1秒押しもいい。とっとと帰って練習せい。はい。 You gotta knock him out before they get a chance to hit you, bro. Oh yeahいやでも軽くてよかったな。チャンピオンカーニバルからこっち。会長も疲れ切ってたんだ。セコンドにとって選手が負けるのは他人事じゃない。同じくらい悔しいんだ。会長は僕以上に再起戦に神経質になってたんだ。だからあんなに厳しく。打たれる前に打つか。簡単に言えば先手必勝っていうことなんだけど、実際には恐ろしく難しい。攻防をほぼ同時にやるということなんだから。攻めと守りの間にはどうしても時間差ができる。それを埋めるにはどうしたらいい。どうしたら。攻防を別々に考えるからいけないんだ。攻めながら守れて、守りながら攻められる、攻防一体のファイトスタイル。それが見つかれば。 Okay, makes a lot of sense. Alrighty, well, I have to say this is awesome to see Ippo kind of stepping up to understanding. And this part of the storytelling in Ippo is what I love. I love the fact.I'm not happy that the coach is gone, but I'm happy that Ippo gets a chance to actually figure some things out for himself and understanding that it's not just about being trained. It's also about figuring things out for yourself to be able to understand things, put everything together that you've done before and understanding that you can't go in the ring always in the slugfest. I love to see slugfests, but...If you've noticed over the years, even in real life, when it comes on to boxers, they don't have really long careers when they're sluggers. They just don't. They just, they could box for a long time. Like, I mean, Muhammad Ali was very, elusive in the ring. He was very elusive. It was very hard to hit him. But, you know what I'm saying? Look at what happened to him. You know what I'm saying? Over the course of the years of getting hit, he still...ended up, you know, having that disease, right? And, you know, constantly getting concussions and stuff like that. Mind you, the science of boxing, okay? When you're talking about somebody like Mayweather that uses the science of boxing to the fullest. That's why he's undefeated, never lost, right?He uses it to the fullest. He's boring to watch as hell. You know what I'm saying? He's boring to watch. But there's a reason
why Mayweather is still so, he's up here and he's not just about this. You know what I'm saying? So I appreciate that about him. I don't like watching his matches. I still consider him to be one of the greatest boxers to ever step in the ring. But at the same time, it's just really hard to watch him. He's not entertaining to watch. You know what I'm saying? So that's what I'm saying. Like, sluggers are very, it's very nice to watch it, but you also got to understand that at the end of the day, like, that's not what is, you know, you got to learn how to dodge. And that, I'm glad that Ippo is understanding that you got to work on your defense just as much as your offense, because you can't just keep making these mistakes, getting hit in the head, getting knocked down in almost every match that he's been in. He's never had a match where he's just like, you know what I'm saying? He's never had a match where he's just like, yo, you are not better than me. You are going down, boom, first round knockout. He's had first round knockouts, don't get me wrong, but he's always like, takes a while. You know what I'm saying? After getting hit, maybe against the ropes, taking too many hits and stuff like that. So it's always a slugfest with him. It's always a give and go with him. You know what I'm saying? Like, I want to see him outright just knock somebody out in, like, the first 10, 20 seconds of the match. Just like Takamura. You know what I mean? Like, that's what I'm waiting on. I know that's going to scare the division like crazy. So let's jump into this next one, man. And keep it going. Let's go. 単発じゃまず無理だろうね。特にボディの筋肉なんか圧巻だよ。スタミナがあるってことは回復力もあるってことだ。いいのが入ってもそこで決めなきゃ後が怖い。打たれる前に打つ。攻めながら守れて、守りながら攻められる攻防一体のファイトスタイル。どれだけ連打を集められるか、そこが勝負だ。今までと動きが何か違う。I don't know what the hell happened. They didn't show it. カエル！応援してやるから何か面白いことしてくれ！頑張れカエル！うわあ！開いた蛇の入れ墨だ！蛇対カエルじゃ勝てねえや！鴨川ジムの再起戦の一番手なんだが。いきなりやべえな。帰れ！メインイベントとかそんな順番関係ないわ。一生懸命応援する。だから頑張って。 He a real one, ain't he? いきなりヘビがいった。逃げろ帰れ。何？相手が蛇だろうが何だろうが関係ねえ。今の俺には何も怖いもんなんてねえ。俺には守るもんがあるんだ。ダダウン、つえやるじゃねえか。カエル、What？勝者大きい。よっしゃ。なんか面白くねえな。勝ったぜ、続くよ。おう。男ってのは守るものがあると実力以上の力が出せるとは本当だぜ。今なら俺にも分かるぜ、青木よ。木村君、頑張って。今なら、え、KO、見せてね。はい。Did she just come with another dude? Aoki-san は勝った。 Kimura-san が戦ってる頃だ。 これが終われば 僕の番だ。 くそ、 どうしてもあれを思い出しちゃう。 落ち着け、 落ち着け。 勝つんだ、 絶対勝つんだ。なんだ、すごく盛り上がってる。木村さんもう勝ったのかな。なあ、二度目のターンじゃん。おう、
ソだからお前らは応援すんな。チキシャー、あーまた打ち合いに行けなかった。ダメージ回復させなきゃダメだよ。うるせえ、今の俺には怖いもんなんてねえぜ。俺や守るもんどころか捨てるもんさえありゃしねえんだ。勝者木村。よかったわね木村さん。心配させやがって悲しい勝利だ。ただいまより本日のメインイベント目指中10回戦を行います。さて、いよいよか。 Or maybe he thought it was his girl. 5ヶ月ぶりか。ホールのリングへ向かうのが。 Why is Yagi wearing すごく久しぶりに感じる。 Wearing some aviator shades. 静かだな。お客さん少ないのかな。 This is a big crowd out here, but 負けた後だから仕方ないけど。聞きください、この大歓声。敗戦後とはいえその人気は健在。さあ5ヶ月ぶりの復活なるか。幕の内一歩戻ってきた。 Time! Let's go! Ippo is back into the ring. この5ヶ月で周りは随分変わったけどやっぱりホールの雰囲気は最高だ。さあ幕の内がリングに上がりました。初の敗北からの再起第一戦、今後を占う重要な試合となります。 Time to get back to KO Street. 頑張れ、頑張れよ、頑張ってくれよ。随分と気合入ってるね。あ、まあ友達の試合っすから。あ、ひょっとして一歩の知り合いっすか。ああ、ボクシング雑誌の記者をしてるんだけど。幕之内君、なかなかいい顔で入場してきたね。今回の試合での復活にかける意気込みが感じられるよ。ああ、多分それもあるっすけど。お？あいつ今日はなんていうか、いつもと違う何かをしようとしてるんすよ。今までと違う何かを。セコンドアウト。いいか、相手がどう出てくるか分からん。左で探って3分間は様子見じゃ。 Something entirely different. You can't do offense and defense at the same time. So let's see how this works out. 両者がリング中央に歩みを進めます。 Hit before getting hit. 構えはオーソドックスな感じだ。どんなボクシングをしてくるんだろう。とりあえず左で探って。え？ポンちゃんいきなりの右。マクノーチの手を払いのけて先制。あんな紳士的じゃねえぞ。シャドウジレーム知らねえのかこの野郎。やり返せマクノーチ。緊張感を持ったボクサーならいついかなる攻撃にも対応できるもんじゃ。緊張感がなかったわけではない。ああ、ブランカーけどハンディがいきなり出よったか。なんて競争だ。計量の時とはまるで別人じゃないか。当然だ、ボクサーなんだから。一歩くん回り込んで一度距離を取るんだ。仕方のないやつや。少々打たれんと自分がボクサーだということを思い出せんらしい。じゃがようやくなってきたわい。ボクサーらしい香り。行け小僧。Woo, let's go. Feel that power, boy. Get across the ring. You ain't ready for prime time, man. Let's go, Ippo. Ooh, these bumps.Get off me. 目の覚めるような幕の内の右。ガードの上から吹き飛ばすこの威力。これが、これが幕の内一歩だ。よし、行くぞ。目の覚めるような幕の内の右。ガードの上から吹き飛ばすこの威力。これが、これが幕の内一歩だ。
よし行くぞ。バカのうち出た。ベビーベースと裏腹な凶悪な右。ポンチャイたまらず交代。逃がさない。That movement, man. 肩のフェイントで一気にロープにする。まるで大層までのプレッシャーじゃ。よっしゃ、この際様子見などどうでもいいわ。チャンスと見たら畳み込め小僧。下から突き上げた。ど真ん中に入る。どのくらいタフなのかこれでわかる。右。おー、大きく首が飛んだ。この手応えは。It's the same thing like what Date was doing. くっついて小さくないんだ。やっとリング中央で打ち合いだ。幕内も連打で対抗。スタブガード甘い。ボディへ。よし、顔が出た。右アッパー。トレイヒット。今のパンチャーって答えがあった。いける。Damn, dude is mad aggressive, ain't he? Wow, 幕の内が下がった。何ビビってんだこの野郎。打ち合い。なんて人だ。分かっていたことじゃがとんでもないタフレスぶりじゃ。本当にタフだけど、本当に怖いのはそれじゃない。あの目、何が何でも勝つんだっていう決意が伝わってくる。あれはあの人たちと同じ種類の目だ。That shouldn't be surprising you at this point. ここで第一ラウンド終了。このラウンドは一歩っすね。ああ、だがいまいちペースに乗れてねえ。強いな、あの大人。一歩、貴様の対抗にも物おじせん。確かにタフなボクサーじゃ。多少長引いても構わん。無理に剣を狙わず小さいのを集めていけ。どうした、聞いとるんか。あ、はい。セコンドオート。焦って大振りするなよ。コツコツ当てていけ。大丈夫です、会長。大丈夫。次のラウンドで倒してきますから。Damn, Ippo. なんじゃと。We calling the match now.紛れもなく KO 予告ですよ。That's what I'm saying. He just declared a KO. Like he's never done that before. Books.幕の内出た。ポンチャイ右。幕の内かろうじてかわした。まずい、カウンターで左を封じに来ましたよ。万が一相打ちになろうと、打たれ強さなら負けないという自信から来ておっしゃるか。勇敢なボクサーじゃわい。どうする気じゃ小僧。思わせぶりなセリフ吐きよって。また行った。ちょっと強引だぜ。間違うと危険だぞ、この距離は。違う、このタイミングじゃない。ポンチャイ完全にリズムに乗った。幕の内避ける、避ける。防戦一方。会長、強引すぎます。危険ですよ。確かにピンチだ。じゃが、妙な期待感がある。 This damn anime, man, got me on edge right now. What is Hippo doing? What is he trying to do? 口にする男では断じてない。さっきの小僧の顔には明らかに隠し見えた自信が感じられた。 He declared a KO! 何かがあるんじゃ。何かって、 Obviously something that's going on that they didn't show us before that they want us to see in the match. Liver blow? Gazelle punch? よっと、幕の内ウィービングをしながら左右を振り出した。違う、もっと早く。
faster. 頭を振って。あれは。What? 高速のシフトウェイト。体を振った反動で。左右を叩きつける。Holy shit!Oh my god! Yo, the. He has no time to respond if it was moving so fast. American boxing. Hello from American boxing. Dempsey roll. Dempsey roll? Holy shit! Dude is done, so, bruh. What? Yo, the car, everybody's at a standstill right now, bro. What? Yo, the crowd is silent. Honchai Dan! Mono sugoi shuchuu da! Sashimo no tabu desu mo tamarazu dan da! Two! That dude is out!He ain't getting up from that. He took like six. Whatever the hell that was. Oh my god. Joe. Joe. I had to pause this. I have to pause this. I have to pause this. This is too nuts. This is too nuts right now. The Dempsey roll, bruh? The Dempsey roll?Oh my god, Ippo, and he figured, he came up with this move by himself, bro. He figured if I can defend and attack at the same time because he's weaving, so even if you try to hit him during that Dempsey roll, you ain't hitting him because he's moving so fast, you don't know what to do, you trying to hit him.And he's punching you every time he comes up. Do you know how confusing that can be for an opponent? That is completely throwing you for a loop. This is crazy. This is nuts. I didn't think in a million years that Ippo, anybody on this damn anime would ever come up.With something like this, I mean, we've seen some crazy stuff, don't get me wrong, in this anime that seems kind of impossible in real life, but at the same time, this is unreal. You know what I'm saying? And I'm happy that he came up with something on his own, per se. This is crazy. And that move looks absolutely ridiculous, out of this world. That's fire.I can't even explain myself. This is crazy. And it came in the, they did not even wait to let's see if make him do this in a championship fight or a fight that actually means something. It's a half an episode we're seeing this fight and he's revealing this. This comes as a surprise. I did not expect this at all. This is crazy. Let's jump back into it, man.That guy is out. He's out. He called it. ぶっつけ本番でデンプシーロールとはな。デンプシー。Doesn't know what it's called。古い話よ。わしらの世代でしか思い出せんほどな。それよりほれ、待っとるぞ。はい。I know who the move is from. To some guy named Dempsey. Yeah, Jack Dempsey. 1920年代全米を熱狂させた世界王者さ。From way back. ヘビー級が小柄なデンプシーは。あるテクニックで並み居る巨漢を倒していった。数字の8の字を横にした軌道で頭をローリングさせ、その反動で強打を連打する。
破壊力は見た通りさ。It doesn't look like that in real life, though. 何はともあれよかったぜよ。うまいこと復活できて。それでは最後にこれからの抱負を一言お願いします。抱負ですか。Send on。参った。Let's go。勝つことしか考えてなかったですし。聞こえねえぞ。簡単だからボソボソ喋るな幕の内。チャンピオンやっつけるくらい言いやがれ。そうだ、先導倒せ先導。Sit it right there. どうやら北先にチャンピオンが来ていらっしゃる模様です。え？なんだなんだ？リングに向かったぞ。何する気出せんだ？ Is he gonna challenge him? マイクを握ったぞ！マイクパフォーマンスだ！マグノウチ。己には借りがあるよって必ず返す。男と男の勝負へ。仙道さん、宣戦布告だ。チャンピオンから挑戦状が出た。どうすんだマグノジ。俺もなんか言え。え、Better say something. You are mean mugging Date. Come on.Yeah, let's go! Every time that music comes out, I get goosebumps, man. It's one of the most craziest, best, one of the best OSTs I've heard in anime in a very long time. いつかは戦わねばならんやつよ。引き上げるぞ。はい。マグノジ、やっぱお前強いぞ。先導に負けんな。浴びてくるぞ。バーチャー。ありがとうございます。帰ってきた。ありがとうございます。やっぱりありがとうございます。勝って花道を帰るのは最高だ。最高だ。ナイス。Oh my god. Well, that goes, there goes your end of a super reaction. Couldn't have ended it a better way as how it ended right there. That is crazy. Absolutely nuts. I have to say, Ippo, it's creeping up into my top five animes of all time. Even though I haven't even seen the whole series yet, but just how it makes me feel, the emotion behind it, it's really creeping up there, man. It's really, really creeping up. It's not there yet. Not quite there yet in my top five. But it's up there. You know what I'm saying? And that's to all you people out there saying, like, I use the examples of popular animes because that's what most people watch. They're popular. So I use them as examples a lot. But I do watch a lot of other different kind of animes, guys. I watch animes that has no fighting in it. It's all about people just outsmarting other people, just a great story behind it, whether it be a great love story or something like that. I've watched those animes. It's not always about the action that I watch anime, because I got into anime and I just love anime. I love anime, so I watch all types of anime, regardless of if it's about sports, just all out fighting, regardless of what it is, you know what I'm saying? Just a beautiful story of storytelling, good lore behind it. I've watched good anime. So, it's not just about, I use Naruto. I would use Dragon Ball. I would use Bleach. I would use One Piece. I would use those because those are the popular animes. Okay. So don't hate me. Anyways, this was a great four episodes to watch. I broke in between. That's why I had to change. I addressed this before. I broke in between because I was so tired and I recorded this. I recorded the first part of it I think it was 2 days ago that I recorded it. And finally getting a chance to do another couple of episodes. That was pretty dope. To give you guys a super reaction. This was supposed to be out on Wednesday, but man, you have no idea. After Christmas Day, getting back to everything,
You know what I'm saying? Like, just getting back to everything, it was just nuts. I had over 2,000 emails to attend to. It just got ridiculous because I turned off my phone. I turned off my phone for, I think it was like, I don't remember how long it was. It was like 3 or 4 days. And when I got back to my phone to get back into the thick of things, and as I was recording stuff, because I left stuff recorded, right? And then I actually, when I went where I was going, I took my setup with me. So to set it up, and then it was a bitch finding Wi-Fi. It was just and stuff just to get these episodes out to y'all. So I'm glad that I got something out while I was doing what I was doing. So it was great. It was awesome. Had a good time and stuff like that. But at the same time, when I got back, it just got way too hectic. And I was just tired at the end of the day. So Thursday? Yes, today. That is. So I'm going to release this episode today, and I'm going to try to do another super reaction by the end of the week. Hope you guys are enjoying this. Hope you guys stick around and watch the Code Geass reactions, okay? Hope you guys support those videos. Also, if it is blocked in your country, make sure you go ahead and check out the the description or the pinned message. The pinned comment, I usually put it in both. I usually put it as a pinned comment, the link, so you can go and watch it. Then you could come back, watch the review on YouTube if that's what you want to do. I'm going to start posting it separately. I'm going to start posting the review of the episode separately so you guys can see it. You can come back, you can comment, whatever the situation is. I know my Ippo reactions are fine. I'm not having no issues at all. It's just content claims for my Ippo videos, which I've already addressed this in a video I did before. If you guys want to go check that out, it's the last channel update I did where I told you guys I'm not planning to monetize anything on this channel because I'm reacting to other people's work, other people's intellectual property. So I do not want to try to make money off of that regardless. So I will not shortchange y'all. As long as these episodes are going up and they're fine, I'm not going to change my format. I'm not going to turn down opacity and stuff like that just because I want to make a buck. Okay. So I'm not going to shortchange it. If it's not showing and it's not going up on YouTube, I'll upload it somewhere else. You guys can go there and watch it if YouTube is not allowing me to do it. Okay, so thank you guys for watching as always, man. Thank you guys for sticking throughout. Have another super reaction, hopefully this weekend. But for now, this is what we have to do. You know who it is. Subscribe, like, comment. Okay, thank you guys for watching. It's been awesome, man. This ride, man. Ippo, man. It's growing on me. It's really, really growing on me, man. Thank you guys for watching. You know it's your boy, Terabyte Reacts. Peace.